こ見ていいですか。そうそうそう。そう、さっきなんかあの固有名詞を 使ってないって自分で言って今思い出したんですけど、うん、でもここに花が咲いてるって歌ってるんですよね。あ、ね、そうですね。そう、これ多分、うん、これはちゃんと名前を呼んでることになってるんですよね、うん、だから多分分かる人には分かる、それぞれが思ってる花に向けてお手紙を読むような感じで歌ってるし、多分聞いてくれてる人もあの何やろうな、歌う私のこの口が透けて、うん、花の顔が浮かんでるんじゃないかなと、うん、もしそうやったらいいなと思いますね、うんうん、そういう気持ちで作りました。うん、メロディーはちっちゃい子でも歌えるように、うんうん、なんかちょっと口ずさむ時に難しくないようにと思って、あとなんかもし誰かが伴奏とかして聞きながら歌ったりするときもなるべく簡単にできたらいいなと思って作ったんですけど、うん、なんかやっぱ音楽なので歌なので何回もその場所で集まる人が変わっても、その年代が変わっても同じ歌詞で同じメロディーで歌うことで何回も繰り返すことで、そのそこの空気でそこに集まった人でみんなで花を思い出す時間は作れると思うんですね。これ4分13秒、うん、4分ちょいの間みんなでなんか花のことを思い出せるような、そんな時間そのもの一緒に共有できたらいいなと思うし、そうであってほしいなと思います。